天気は、ある場所における、ある時刻もしくは一定の期間の地表に影響をもたらす大気の状態である。日本語において、気象が空に起こる現象を指すのに対して、天気は、空の状態を指す。英語では、ウェザーで一括りにされる。また、気象現象を表すのは主に単語であるのに対して、天気の状態を表す言葉は主に文であり、時には、現象名を用いた単語で代用する。 そもそも多数の現象の組み合わせの結果として現れるのが天気であり分類して定義すること自体が難しい。晴れなどは特別な例だと言える。天気を説明するためにはまず晴れ、雨、雪といった大分類を用いるが雨に様々な降り方があるように足したような天気がある。詳しく説明するためにはどの場所にどれくらいの期間にどれくらいの強さ 速さで現れたのかを示す必要がある。あるいは、比喩や感覚的な説明を用いるとよりわかりやすくなる場合もある。天候とは、天気と気候との中間的概念とされるが、ある程度の広さのある地方や、そこの季節も含めた場合については、ほぼ天気と同様の用いられ方をすることも多い。定時観測の気象通報などで、 国際的に使用される天気の分類は96種類が定められている。日本の気象庁では一般市民向けの気象情報には以下の15種類を用いている。また、日本式天気記号は気象庁が観測する天気とは別個に存在しており、こちらは21種類である。含まれる天気の種類についても異動がある。これらの定義は大気の異なる様相を捉えているため、 晴れているにもかかわらず、雨が降っているという状態などが起こりうる。この場合、上記一覧のより後ろの種類を採用。ありがとうございます。